伊藤聖光は、日本のタレント、小説家、作詞家、ラッパー、俳優、ベランダーとして幅広く活動するクリエイター。本名は、伊藤正幸。株式会社、エムパイアスネークビルディング取締役。2008年3月より株式会社キューブに所属。身長170センチメートル、体重63キログラム。葛飾区鎌倉町出身。 父の伊藤育夫は、元参議院議員で、民社党精神副会長を務めた。東方大学附属東方高等学校を経て、早稲田大学法学部へ進学。在学中から、ピン芸人として、活動を始める。日本放送から、パーソナリティとしてのオファーがあったが、逆に裏方で、ラジオの仕組みを勉強したいと頼み、タモリの、オールナイト日本の AD をした。その傍ら、 高原兄がパーソナリティだった時代のヤングパラダイスではアナホリマンとして中継レポーターを務めていたこともある。1984年大学卒業後は講談社に入社。ホットドッグプレスなどの編集部を経て1986年退社。ヒップホップ MC として活動する傍ら執筆活動も行い、1988年に発表した。 書情小説、ノーライフキングは、第2回、三島幸夫賞、第10回、野間文芸新人賞の候補作ともなった。2006年より、演芸ライフスタイルマガジン、プランテッドの創刊編集長を務める。2013年、東日本大震災をテーマとした小説、創造ラジオが、第26回、三島幸夫賞及び、第149回。 芥川龍之介賞候補となり、第35回、野間文芸新人賞を受賞。花に、ハサミ打ちで、第150回、芥川龍之介賞候補。現在は、近畿大学国際人文化学研究所の客員教授を務めている。1980年代、日本にヒップホップカルチャーを広く知らしめ、本格的にラップミュージックで表現したアーティストの一人で、ある。 アフリカン・アメリカンのラップというスタイルを単に模倣したのではなく、日本語の表現方法の可能性を意識的に追求した点で、その後の表現者たちに多大な影響を与えている。後に MCU や公平ジャパン、ユーザ・ロック、スチャダ・ラパー、ウダ・マルラが影響された事実を語っている。1985年、アーティスト・プロデューサーとして初めて手掛けたアルバム、 業界君物語を発売し、ヤンとミタ、藤原博士、DJ、KUDO、ダブマスター X、屋敷豪太らが参加。1986年、伊藤聖功タイニーパンクスとしてアルバム建設的を発売。1989年、ヤンとミタプロデュースによる初のソロアルバム、メス、エイジを発表。1992年には、 藤原博士とサブリミナルカームを結成。ボーカルを中心としたアルバムを発表。収録されたかすかな印は、砂が辰夫によってカバーが出されている。ラッパー時代は、宮崎泉と共に、MAC The s e ブ o スター Master X を名乗っていた。2009年にダブマス Master X、化石祭だなどと共に、The フラワー Flower を結成。 2009年7月9日、何度かコラボレーションしていたに加入することを発表。2016年3月にゲストとして参加していたダブホースへ正式加入。2018年、ダブホースから派生する形で生まれたダブポエトリーユニット伊藤聖子イズザ・ポイットの活動を開始。2019年8月、伊藤聖子イズザ・ポイットの発音源、直して次に渡す。 直して、次に渡すが、限定アナログ版としてリリース。2021年3月、伊藤聖子イズ・ザ・ポイットのファースト。アルバム、イットプ1を発表。2014年3月9日、日本放送開局60周年、記念ラジオドラマとして放送。出演、西田敏行、小泉京子。ありがとうございます。